元に夏の匂いを運んでくる全日本プロレス97スーパーパワーシリーズ最終武道館大会を迎えております。現アジアタッグチャンピオン大森貴男とガムシャラファイト生きのいい滋賀健太郎が入場してまいります。タッグマッチ30分の一本勝負、このフレッシュな2人で秋山はやぶさ組を迎え撃ちます。力道山にタグを発し、馬場が歴史を作り、そして鶴田が伝統を守ってきた全日本プロレス、今年25周年を迎える全日本という大地に会長はやぶさが三度舞い降ります。今日のパートナーは元世界タッグ王者秋山純、秋山はやぶさという夢のタッグチームが結成されます。神秘の色、白を基調としたコスチューム、はやぶさが今両腕を広げて1万6300人が待つ日本武道館にその姿を現しました。燃えるような赤いコスチューム、はやぶさ今ゆっくりゆっくりとメジャー全日本のリングに舞い降りました。はやぶさ見参、お待たせいたしました。タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー220ポンド滋賀健太郎、ガムシャラエルボーガッシガシ滋賀健太郎、はやぶさを踏みつぶせヤングパンサー大森貴男です。長コーナー240ポンドはやぶさ、会長はやぶさ三度来襲、全日本の未来を将来を背負って立つ男、秋山純であります。30分の一本勝負で行われます。まもなくゴングです。三度この全日本メジャーのリングに舞い降りましたはやぶさです。武道館は4月の19日に続いて2度目の参戦ということになります。マスクマンはやぶさ、そしてこちら滋賀健太郎、実はこの滋賀は今回3度目のはやぶさとの対戦、現アジアタッグチャンピオンの大森貴男です。先陣を切るのははやぶさか、そしてさあどうだ、大森が下がるか、何やら滋賀が耳打ちしておりますが、赤コーナーではすでにはやぶさが控えております。さあ大森が自ら先陣を買って出た。30分一本勝負のゴングが鳴りました。先陣を切ったのはあっと、いきなり青コーナーから滋賀が突っかけていきました。さあそして試合の権利があるのは大森とはやぶさだ。さあこれは奇襲戦法に出た、早くもカバーか、いやいや立ち上がりました。ストンピングを打っていきます。さあストンピング、滋賀と大森、さあ2人がかりではやぶさを血祭りに上げるか、セカンドのはやぶさそうはさせじと、おっとキックを打っていく、円錐だ。さあはやぶさ、会長はやぶさメジャーのリング飛ぶか、スライディングキックです。放送席前大森倒れます。さあプランチャー、おっと背中からいった、そして場内に大きくアピールであります。解説はジャイアント馬場さんです。いやー、馬場さん、いきなりの奇襲にも早くさ、ひるむことがありませんでしたね。そうですね、今回で3度目のこのメジャー全日本のリングということになります。馬場さん、過去2回はやぶさのファイトをご覧になっていかがですか、大阪大会とそして前回の武道館の戦いは。まあ動きはね、非常にいいんですがね、はい、やっぱりその動くやっぱ体重がちょっとありませんからね、ほうほう、そういう点ではそのこの体重が同じクラス、そういう人たちとやる分では非常に動きがいいですから、はい、面白いと思いますね。なるほど。さあドロップキックだ、綺麗にアーチを描いていきました、はやぶさの足であります。そして腕を取りに行くグラウンドです。空中殺法が得意なこのはやぶさ、グラウンド技はいかがでしょうか。大森の左の腕をねじり上げていきます。
4月の2日大阪大会でこのハヤブサはトルネードと組みまして滋賀健太郎、マウナケアモスマン組と対戦いたしました。そしてメジャーマットデビュー戦、自らの手で滋賀を抑え込みまして歴史的なフォールを記録しております。さあそのハヤブサから秋山順に試合の権利は移っております。現アジアタックチャンピオンチームのこの2人、左秋山順、そして黒のショートタイツ大森でありますが、今日は敵と味方に分かれまして相まみえております。エルボー合戦だ。エルボースマッシュを打ってもう一発ロープに振っていったのは大森だ。ドロップキック、足の伸びきったところでいいタイミングで決まっております。滋賀健太郎に試合の権利は移っております。滋賀と秋山、現在22歳、プロレスデビューは94年の2月の21日、マット歴は3年と4ヶ月を数えます滋賀健太郎です。サイドのヘッドロックは秋山純、元世界タッグチャンピオンであります。さあチョップを打っていく、距離を保ちます。押し込んでいく、押し込んでいく、滋賀ロープに持たれます秋山、キックを打っていく、うん、しかし倒れることはありません。おっと赤コーナーのハヤブサに突っかけていきます滋賀健太郎です。さあこちら不意をつかれた格好になっているハヤブサ、リングの上では秋山が滋賀を振っていったぞ、ジャンピングに高さも十分。馬場さん、今のジャンピングには高さタイミングバッチリでしたね。そうですね、まあ、あの滋賀がね、体重がありませんから、はい、ロープに走るのも早くはね、なるほど、そうするとね、滋賀の秋山のスピードに余計に力が加わるんですよね。なるほど。さあ試合の権利は赤コーナー早草に移っております。その早草トップロープからギロチンを落としていきました。カウントはカウントは2つです。実はこの滋賀健太郎、このハヤブサとは今回で3度目の対戦となります。ハヤブサが全日本のマットに上がった試合のすべてに、この試合が、この滋賀が対戦相手としてカードが組まれているということになります。滋賀健太郎は話しておりました。キャリアはハヤブサさんの方が上かもしれないが、ファンはそんなことは知らない、結果がすべてです、外から来た人に負けたらカッコつきません、今日はうまく大森さんにつないで勝ちに行きますと滋賀健太郎話しておりました。青コーナー、その大森高雄に試合の権利を移っておりますボディスラムです。ナックルを落としていく、グーを落としていきました大森高雄。その大森はこのハヤブサとの対戦、試合前はハヤブサにとっては今日の試合は一つのステップに過ぎないかもしれないけれども冗談じゃない、俺はカマセイヌになるつもりはない、きっちり挨拶させてもらうと大森力強く語っておりました。このハヤブサは全日本の四天王、三沢川田、そのあたりとの対戦を最終目標にしております。そのコメントを受けてのこの大森の試合前の発言となっております。固めていきます、固めていきます。下が大森です、グラウンド技。さあ大森グラウンド、左の腕をがっちりとハヤブサに決められております。さあスタンディングボディスラムに、いや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 、ニュートラルコーナー。さあ滋賀健太郎が突進、二人がかりでストンピング攻撃だ。秋山純はカットのタイミングを図っているが、ストンピングを追った滋賀が、滋賀が猛烈ファイトを展開しております。全日本の対抗戦男、切り込み隊長であります滋賀健太郎。さあ青コーナーにハヤブサをいざなってまいりました大森高雄であります。エルボーを打っていく、もう一発打っていく。さあドロップキック、先に立ち上がったのは滋賀健太郎です。エルボーを落としていく、ニュートラルコーナー押し込んでいった、キックを打っていく。ハヤブサは話しております、打倒全日本ではなく全日本のいいところを吸収したい、その姿勢が全日本のファンにも支持されております。非常に温かい声援で迎えられておりますこのハヤブサであります。フライングメイヤーです。秋山純が
ゆっくりと今リング内に入ってまいりました。重量のあるストンピングを一発落としていきます。グローブに振った。ショルダーする方と着地ドロップキック、キックを打っていく。さあまだ立ち上がれないでいます秋山純、元世界タッグチャンピオンの秋山純、ロープに飛んでキックを打っていく。おっと、まだしかしこの秋山は余裕があります。馬場さん、やはりこの辺りは体重の差といいますか、なんといいますか、これはねやっぱりね、4月にね、はい、そのレスリングが、まだその覚えてないんだよね。あ、そうですか。その飛んだりしてその相手を攻める、ことは非常に上手になってるんですけどもね、はい、このやっぱり肝心要のレスリングですね。なるほどなるほど、そういうものがねまだやっぱりないもんですから、なかなかそういった技は、ね、余計その体重も軽いですし、はい、もうやっぱり、かなわないなというところはあるんですよね。そうですか。さあ場外では今タッグパートナー同士の秋山純が強烈なエルボーをこの大森高雄にお見舞いしてまいりました。あっと立ち上がれないでおります大森です。そしてリングの中に志賀を戻してカバーに入った。2カウント志賀健太郎を返しております。さあおっと志賀健太郎の口からは血が滴っております。先ほどの鉄柵攻撃でしょうか。そのダメージを受けた志賀を早草が、さあ早草が、早草がトップロープ越し頭から行きました。肩がついてるか。カウントは2つ。ストンピングを打っていきます早草です。ストンピングを打っていく。先のシリーズチャンピオンカーニバル大阪大会と武道館大会に続き今回3度目の全日本マットということになります。この早草エルボージャンピングのエルボーと、さあリングの中央大森が入ります。大森のカットが間に合います。ハイキックは早草です。さあ試合の権利は志賀健太郎です。試合の権利は志賀だ。エルボー打っていく。負けてるわけにはいきません志賀。さあ試合の試合のペースは赤コーナー秋山早草組が徐々に握りつつあります。リングの中央です。逆エビが固めに入ります秋山純。ぐーっと腰を落としてまいります。試合時間は10分を経過しました。タッグマッチ30分の一本勝負秋山純早草組対大森高雄志賀健太郎組。現在試合の権利は秋山純そして志賀健太郎でありますが、この逆エビ地獄から志賀健太郎逃れることができるんでしょうか。おっと半身をよじっております。上半身の力だけで今サードロープににじり寄っていきます志賀。ロープブレイクです。馬場さん、この辺りの粘りといいますか志賀健太郎ずいぶん出てきましたね。そうですね、まあ、粘りはね、もう体柔らかいですから、はい、そういう点ではいいんです。秋山がもうちょっと腰を下ろせばね、あ、危なかったんですけども、はい、腰を下ろさせないだけの力がやっぱり志賀についてきたということなんですよね。なるほど。さあジャンピングニーだ。おっと口から流血、尻餅をつきました志賀健太郎です。赤コーナー早草が見守っております。早草、おっと入った、リングの中入った、大森だ、大森に突っかけていった。さあ試合が分断、早草と大森は場外だ。試合の権利は秋山と志賀。志賀健太郎もこれは完全にグロッキー状態でしょうか。このままでいきますと早草がこの全日本マットで2勝目を挙げるということになるぞ。カウントは2つ、志賀健太郎返しております。さあ秋山純がちらっと赤コーナー早草の方に目をやりました。早草がうなずいてトップロープからあっと同士打ち、早草のキックが秋山の胸元に炸裂。悔しげに今早草ロープをポーンと叩きました。
さあ秋山が自らハヤブサにタッチして、お前が行ってこいとジェスチャー。おったドロップキック、円錐に命中。さあ大森ネックブリーカードロップだ。さあ首をついたぞ。これはどうか。これは2カウント、2カウントで返しております。さあ現アジアタックチャンピオンの意地を見せるか大森。リバースの DDT からカバーは2カウントです。カウントは2。さあ大森いいぞ。全日本のアジアタックチャンピオンの意地を見せるか。ここで速いタッチワーク、青コーナートップロープは滋賀健太郎。ドッミサイルキック、ズドンといった。秋山にも見舞っていきました。さあ2対1、2対1の体勢ができた。エルボー打っていく、もう一発。秋山場外、秋山場外だ。やりたい放題です。大森滋賀コンビ、エルボースマッシュは大森だ。2人がかり、後ろから滋賀、前からは大森。カワーはどうか、どうか。カウントは2つ。全日本3度目のリングにして、このハヤブサ修羅場を迎えております。フィッシャーマンズスープレックスホールドは2カウント、カウントは2つ。さあもう完全にハヤブサの動きは止まっているぞ。翼は閉じられたままだ。さあハヤブサどうか。カバーは秋山順が間に合います。カットが間に合います。場内からはブーイングです。いいペースで試合を進めていきます、大森滋賀コンビ。さあトップロープ、ニュートラルコーナー。これは驚いた、これは驚いたぞ。ハヤブサがよく見ていました。トップロープから落ちてくる滋賀を迎撃、そしてヒールキック。大森がカットに入りますが、おっとキックで、まさに一周だ、まさに一周だ。場内にアピールしたハヤブサだ。そしてボディスラムで据え付けたぞ。さあニュートラルコーナー、これは持ってくるか、あれが出るか、出るか。ファイヤーバーのスプラッシュ。カバー間に合っております。大森エルボースマッシュ、得意技を打っていったんですが、さすがはアジアタックチャンピオンの大森、タイミングよくカットに入りました。さあ危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ、危ない秋山の世界を取ったエクスプロイダー炸裂。最後は元世界タッグチャンピオンの秋山純、エクスプロイダーが炸裂いたしました。カウント3、滋賀健太郎から奪っております。はやぶさこのメジャーの全日本のバットで2勝目を見事に挙げました。秋山純早草組対大森隆夫、滋賀健太郎組のタッグマッチ、最後は秋山純が滋賀健太郎からエクスプロイダーで3カウントを奪っております。勝負タイムは14分と51秒です。いやー馬場さん、まずこの試合を振り返りまして、早草の動きはいかがでしたか。いや動きはいいんです、はい、非常に動きはいいんですが、はい、もう少し滋賀もそうですけども、飛んだり跳ねたりする技っていうのは非常にもう一流というかね、素晴らしいものがあるんですが、はい、レスリング技の取り合いというところにずっとまだちょっと両者ともに足りないようなところはあると思うんですが、なるほど。でもまあ、あの体を動かしてロープの上から飛ぶとか、そういったものはやっぱりずば抜けたものがありますね。あ、そうですか。だから志賀も負けはしましたけど、はい、よく頑張りました。今大森と早草ががっちりと握手を交わしまして、リングを後にしようというところ、場内から大きな拍手がこの早草に対しまして浴びせられます。早草この全日本バット参戦で2勝1敗を記録しております。今場内にアピール、バッテンで拍手に応えます早草であります。全日本プロレス中継サーティ、この放送は超満員の日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしております。